ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。ユキガたちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、超人たちを援護するぞ。神明落とし、敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。道は開かれた。皆、私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消える。できとったぜ。葬るまで。あ、よっしゃ。幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を後ろに暴れている。まずは付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力がある。そして倒すには腕輪の力が欠かせ。他の者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとで。神妙を落とす。ただそれだけのこと。お前が相手いいだろう。よくやった。このまま行け。おお、合流できるとは実に心強い。とりあえず言っとくか。お前だろ。はあ、これでさっさとユグドラシルに近づきたい。まずは付近の幻影をどうにかせよ。まだだぜ。打ち取ったぜ。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとで。この世界仲間も真田の槍で守り抜く。よくやった。そのまま行け。暗義攻防、記憶に残る勝負を所望する。この分事件と勝だ。戻れるのはこれより乱暴を働きます。幻だと分かっていても仲間を撃つのは辛いものかな。超運殿もそうですか。私もつい切っ先が握ります。良い働き。その勢いに乗るのも一興だな。見事な手際だった。そう言っておこう。私が出る。俺の番だな。俺が行くしかねえな。勝負だ。さすがの働きよ。お主の味方でよかった。
ってよ。貴様を倒し、俺が最強だと証明してやる。いいだろう。これでいいはずだ。拙者は直行名、腕に覚えあらば、お相手願う。人は神にひざまずくだけではない。人が神を超えて進む様を見るがいい。天下無双の誉れ、お前のもんよ。見事な手際だった。そう言っておこう。通りたきゃ俺を倒していけ。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。一人の力は小さい。だが力を合わせれば人はいくらでも強くなれる。俺の傷貴様に増やせる。私が止めてみせよう。私がなすすべもなく負け。進んじゃう、進んじゃおうかね。いざ、馬防機が相手となろう。覚えておくぞ。次に会った時は俺が勝つ。俺の番だな。救命が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。内村殿、今のうちにユグドラシルの元へ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねよ。先には進めんぞ。急がれば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。いいぞ、探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんならわしは向こうを探したるわ。大したやつや。お前さんの力頼りにしとるで。オーディンはユグドラシルの力で守る。そこへ至る道なのに、ユグドラシルに介入する隙があればよい。術者は一人だ。全て撃たねば結界は解けんな。今日はもう勘弁してやる。ほう、やるな。これからもその調子で励むがいい。人間はまだ諦めていないのか。ここまで圧倒的な力を見せつけられながら、なぜ。いや、彼らならそうだろう。私が見てきた人間たちならきっと。やっ、結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。
ここまで成長すれば十分よ。ユドラシルよ。あと一歩で願いが叶う。実がなる瞬間、全力で奴をこの世界に追い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ、すべてを我が手に。貴様！今よ！さあ、神を討ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロッキー、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。なら奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うな。何を。あの木が急に力を失うとは。中で何が起きたというのだ。この先へ進めばロキ殿と戦うことになる。戦が終わればまたゆるりと語り合えるだろうか。雪村、頼んだよ。かっこいいとこを見せちゃって。チョウ、お前を信じている。私たちは世界を救ってくれ。許さぬぞ。私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが。任せ。彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。ならば奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。許さぬぞ。私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。これでいいはずだ。私を裏切ったバーツリー、何度倒れようとその体が使えなくなるまで人形として働け。私が滅びるはずがない。滅びるはずが。